富士は農研機構で1930年代後半に育成され、1962年に品種登録されたリンゴの、1939年、ともにアメリカ原産の国光にデリシャスの花粉を交配して、得た2004粒の種をまき、その中から選抜された。東北7号として各県の試験場で性質が調査され、富士と命名され、 1962年に、リンゴ農林1号として登録された。富士は、果樹研究所の前身である、農林省園芸試験場東北市場のあった、青森県富士崎町で育成されたが、その後研究所が岩手県森岡市に移転するに伴い、原木も1961年に、青森、リンゴは原則として原木から採取した枝をいろいろな、 系統の大企業品種に継ぎ木してしか増殖できないため世界中のすべての富士はこの原木の枝を継ぎ木して増殖されたものである。公式には育成された青森県富士崎と富士山にちなむ。さらに発案者の一人が女優の山本富士子のファンであったことも命名の理由である。なお中国では富士林ゴ、欧米では富士と それぞれ日本同様の名前で親しまれている。富士の果実産富士、色が浅く村も多い富士の平均的な大きさは野球ボール程度の大きさである。糖度は14から16%である。また、賞味期限が長く、室温で4ヶ月、冷蔵で7ヶ月程度である。袋をかけて育てるのを富士、袋をかけずに育てたものが産富士として流通する。 袋をかけた方が赤く綺麗に着色するが、糖度などは、ブー袋栽培にして、太陽光を多く浴びた校舎の方が勝るとされる。2018年には、JA 津丸広崎より、リンゴの生鮮食品としての機能性表示届では、第1例目となる、リンゴ由来プロシアニジンを、関与成分とした、プライムアップル、が販売された。内臓脂肪を減らす効果が期待される。 日本においては、富士は2006年には460-00トンが収穫され、リンゴ収穫量の55%を占めている。収穫量が多いのは、青森県で226-00トン、ついで長野県の115-00トンである。2019年においても35万9300トンと高い人気を誇っている。日本国外では、 富士の人気が高まっている。2000年における中国では、リンゴ生産量2000万トンの45%が富士である。アメリカ合衆国では、1980年代に市場に入って、以来、消費者の中での人気が高まった。富士は、米国リンゴ協会の2003年リンゴ人気ランキングで、デリシャス、ゴールデンデリシャス、ガーラに次いで4位であった。富士は、 ワシントン州やニューヨーク州、カリフォルニア州といった伝統的なリンゴ産地でも富士への国内外の需要の変化により生産されている。デリシャス発祥の地であり、アメリカの半分のリンゴを生産しているワシントン州では年に135000トンの富士が生産されており、富士以上に生産されているのはデリシャスとゴールデンデリシャスのみである。ありがとうございます。